今日は夏休みというよりまあ普通の日曜日なんですけど、はい、はい、今日はねちょっとね、今日土曜日あ今日は土曜日でした。土曜日だよね、土曜日だよね。すいません土曜日でした。今日は土曜日なんですけど、今日はちょっとねパパの、ね、えあつ森の中のね、またあつ森の話ですか今日はちょっとねジージのお墓参りにちょこっとだけ行きたいと思います。はい、はい、いいですか、元気ですか。朝ねご飯を食べてこなかったので、はい、パパがね、はい、パンを買ってきてくれてます。そうです、本当はね今まではみんなで行くんだけど、やっぱ今ね家族お一人様だけでとかあるよ、ね、規制があるっていうか、前回はね体温を測る人もいたんだけど今日はいないから、ない、ね、うんね、まあとりあえずねあのパパに全部お任せで買ってきてもらいたいと思います。いや私頼んだよちゃんと、あ塩パンね、塩パンリミ何頼んだの？カレーパン。カレーパン。じゃあママは何を買ってくるかな、パパ。お肉。お肉やだーもう。なんでママイコールお肉なの。最悪なんだけど。パパ言ってたよ。パパ言ってた？お肉って？ママはお肉って。そんなことないのに。ひどいな。ママのこと何も分かってない。11、12ぐらいいるのに。ママ何のパン好き？ママあのね。チュロスみたいなパン好き。シナモンとかかかってるやつ。前シナモンロール美味しいよね。シナモンロール大好き。シナモンロールってサンリオの？違う。違うよ。それはキャラクターでしょ。はい、ということで今日はねゆるーくまあ撮っていきたいと思います。思います。ベベーン。くまちゃん、うん、これはあのお家に持って帰って食べる。あ、お家に持って帰るパン。かわいいじゃん。かわいい。新登場。袋から取ったらただのパンになっちゃう。でも耳ついてるから。あ、なんか耳だけ。固まってる。フリーズしてる。わあ。待って、フリーズしてる。大空の調子が悪い。オッケー。オッケー。ででん。何これちっちゃエビカツ。これママ？これ誰？ジミエビ食べる？エビカツ。三個ある。キイちゃんもエビ好きそうかなと。食べたいエビカツ。食べたい。ね、さっきね動画でねパパがねパパのセンスで買ってきました今撮ってたのね、はい。何を買ってくるか。これはカレーパンだけど。あジミのカレーパン。でもねバターチキンカレーパンも、うん、食べるキイちゃん。これ2個。どっちがいい？こっち。そっち。塩パンがあるの。塩パンと、うん、さらに塩パンのね、うん、なんかレタスとトマトのやつ。塩パンで。塩パンで。トマトのやつ。ママはね。でかくないちょっと。カロリー多めない。ちょっとやめてよ。めっちゃがっつりなんだけど。ちょっとしーちゃんやばくないこれ。太らせたいのこれ以上。すげえ。やばいね。やっぱ肉だ。ママイコール肉ってやめてくれるかな。食べたいのがいっぱいあった。そのレタスとかも食べたい。パパね余ったの。しーちゃんどうするんですか。これ肉入んない。これとこれと。パパこれ食べたら？パパ、うん、ねえママ。ねえ三つ多いね。ちょっと余ったら。すごい。みんな美味しそうだ。みんな美味しそう。こっちはあとエビカツもあるからやってる。ママこれがいい。卵が入ってる。なんで動画だからって。違う。これ本当にこれパパ食べて。うん本気。ママこれがいい。この卵が入ったやつね。入ってない。嘘。入ってるよ。同じやつ入ってる。ママはねチュロスが好きって言ってたの。シナモンの。とりあえず3つ、うん、はい。いい。食べても。食べます。はい。飲み物。でもさママがさこれとさカレーパンって言ったらさ、これ残ってないよ。
あ、でもそこにでっかいパンなのか。うまっ。おいしい、これ。ケイちゃん、エビ好きだったな。いや、好きなんだけど、こうすると4つになっちゃうわけ、私に。4つ。ほんと？はい、じゃあ、食べたいと思います。はい、めっちゃおいしい、これ。今日は返すだけなの。今日は返すだけなの？うんうん。何借りたの？チラ見せして。おー。チラ。本当にチラチ。じゃあ返しに行ってきてください。行ってきます。ね、今日は借りないから切なそうです。うん。うん。うん。返却ポストだよ。自販機で。自販機。おかえり。ただいま。すごい使い方だよね、いつもね。これね、なかなかうまくここからね、取れないから、もういつもこうだよね、うん。でもこれ便利なんですよ、なんか。ね。うん。何気に気に入ってる。なんかちょうど、ささっと手を拭くにはいい大きさだよね。だよね。うん。ブックオフね、うん、この前のブック、しーちゃんが行きたいブックオフどこだっけ、船橋だっけ、船橋か、船橋ララポのさ、隣のさ建物、あースーパーバザール、スーパーバザール、そこでまとめて本を借りた、あ、買いたいわけね、あのセットになってるやつ、うん、じゃあ今度行きましょう。中学校面白いの、面白い、進撃の巨人のね、うん、スピンオフで、これはもう新しい本を買ったんだっけ、うん、これ買ったやつ、買ったやつ、あと2冊で読み終わっちゃう、へえ、すごいね。
ク入れる。これマスク入れだって、すごい親切だな。しーちゃん入れてみてください。今からラーメンを食べます。はい、うん、いいね、初めてだね、ラマスクイール。ね、うん、リミはリミはね、チャーシュー、チャーシューになった。これで、パパは、うん、これ、うん、すごいね、全員に乳酸菌が無料で入れてくれるんだって。これ約100億この乳酸菌が取れます。すごい、免疫力をねアップしないといけないからね。お腹空いた？うん、お腹空いたの？多分、多分わさびオイル、オイルだって、オイルのわさびだって、すごいね。このわさびかわいい。うん、来ました、来ました。おいしそうですね。ママはこちらです。おいしそう。やっぱりこれポテト、そう、フライドポテト入ってんの。フライドポテト、ポテトでした。やっぱり、やっぱりメニュー見てママと言ってたんですよ。そうそうそう、ママのは入ってないけどね。あら、お二人さんまだ来ませんね。指くわえないでください。来た。ご注文それですか。はい、すいません。すごい、リミちゃんのお肉食べていいですか。じゃじゃーん、なんかシーちゃんの方が、シーちゃんの方がいっぱい入ってる。またそういうこと言う。そんなことないよ、同じだよ。絶対奥の器が小さいから。本当、リミちゃんのお肉がすごい。なにこれ、海苔や。どうですか、味美味しいよね。寝てませんので。寝てないの。今日はしほちゃんの寝顔ばっかり撮ってる気がする。マジ？もう2回、これで3回目。マジ？さっきもこうやってカメラこうやってやってたのに全然起きなかった。マジ？何その衝撃的な顔してる。気づかなかったから。そうなんだ。キーちゃんを探す。あれ、今日は漫画じゃないはずですけど、シェフさん、あれ、シェフさん、今日は漫画じゃないはずですよね。どれ、え、これなぜ僕らは働くのか。これ、これこれが欲しいのね。これを読んで、これが欲しいの。君幸せになるために考えてほしい大切なことだって。それを勉強するんですね。はい、はい、それを読みたかったのね。これが欲しかったの。はい、これが少ないの。どれ、意外な結末。別語、そう、面白そう。意外な結末。これとこれがある。へー、学校にあるんだ、うん、面白そう。見て、5分後に恋の結末。これ昨日友達です。恋だって恋だってって、そう、昨日友達とも来てんだよね、ここね。そう